今回は仕事と勉強にすぐに役立つノート術大全という本をご紹介します。仕事の打ち合わせや資格試験の準備において手帳やノートは非常に役立つツールといえます。これらのアイテムは仕事や学習の際に欠かせない存在であり、その使い方は個人によって異なります。一部の人々は A4 サイズのノートに情報を整理し、別の人々はこだわりの手帳を愛用し、さらには紙を折りたたんで手帳代わりに使う人々もいます。またノートや手帳の使用用途も多岐にわたり、スケジュール管理、メモ作成、アイデアの発想、学習、目標や夢の記録など様々な用途に応じて使われています。一つのノート術が全ての状況に適しているわけではありません。経営コンサルタントであり、ノート術のオンラインサロン主催者である著者は、異なる状況に合わせて適切なノート術を選択することを提唱しています。この本では50冊のノート術書からエッセンスを抽出し、さまざまな状況での最適なノートの使い方を詳細に解説しています。著者が独自に開発した究極のノート術や信念についても紹介されています。本書を通じて自分に最適なノート術を見つけ、それをカスタマイズして最高のノート術を習得できるでしょう。仕事の効率化や夢の達成を望む方々にはおすすめの一冊です。本書では行動ノート術や企画ノート術、整理ノート術といったカテゴリに分けられた50のノートの活用法が提供されており、ニーズに合わせて効果的に学ぶことができます。またマンダラートを使用したアイデアの創出法やマインドマップを利用した思考整理方法、講義ノートに最適なコーネルメソッドなど具体的なテクニックも紹介されています。デジタル化が進んだ現代においてもノートは貴重なツールであり、本書を参考にしてノートを活用してみることをお勧めします。スマートフォンやパソコンでは得られない新たな発見があるかもしれません。この本を読んでノートの活用法に関する多くのアイデアとヒントを得ることができました。ノートを使った効果的な情報整理やタスク管理の方法が具体的に説明されており、日常生活や仕事に実践的に生かすことができました。特に異なる状況に合わせてノート術を選択するアプローチは非常に役立ち、自分のニーズに合った方法を選択できるようになりました。またアイデアの発想法や思考整理方法についても新たな視点を提供してくれました。読者におすすめするポイントとしては、ぜひこの本を読んでノート術をマスターし、効果的な情報整理やタスク管理を実現しましょう。